外れか。ここにはないか。ジェシー、今までずっと連絡できなくてごめんなさい。私は今ゴールドソーサーにいます。女優になる夢をついに叶えたの。たくさん迷惑かけたけど、ようやく胸を張ってパパとママ。主演ジェシー、主演魔航路の整備担当だったんだ、うちのパパ。あ、借りるぞ。今は舞台に上がってないんでしょ？それでもゴールドソーサーがいいの？ジェシーは頼りにされてるっす。でも裏方さんなんでしょ？もう帰ってきなさいよ。ほら、八番街の劇場を目指すなんてどう？ああ、いいかもね。あのね、ママ、私たちそろそろ行かなくちゃ。もう？本当は寄るつもりなかったんだよね。ウェッジがピザ食べたいって言うから。ごちそうさました。ウェッジ足りたの？あと2枚はいけそうっす。ウェッジ、ピザは作戦のうちっす。ペコペコじゃお腹も気持ちもしぼむから。次に使う爆弾の火薬ユニットを差し替えるつもり。どうしても売人と連絡がつかないから、シンラの倉庫からいただいちゃおうかと。お待たせ。これでいいか。ここからが本番。これで76分室の倉庫に潜入できる。じゃあ行くか。私が一人で行く。どこから何を持ち帰ればいいのか知ってるのは私だけだから。んじゃあ俺らピザ食いに来ただけかよ。ただで返すと思う？腹ごなしにクラウドを手伝って。ほら、さっき私たちでママの注意を引きつけたでしょ。なんて言うんだっけ、ああいうの。ほら、陽動だな。それそれ、さすがソルじゃん。え、じゃあ今度はシンラの人たちとピザを食べるっすか？食った分動けってことだよ。お前が中にいる間、警備の目を俺たちに向ければいいんだな。そうそう、さすがビックス。合図の照明弾が上がったら、みんなは倉庫前の広場を正面突破。思いっきり暴れて、できるだけ時間を稼いで。ソルジャー頼みの力技だな。作戦の所要時間は？それほど長くはかからないと思う。
終わったらもう一度照明弾を使うから、この先の空き地で落ち合おう。待てよ、どうやってスラムに戻る？始発に紛れ込むか？ダメ、今夜のうちに戻らなくちゃ。方法は考えてあるから大丈夫。じゃあまた後で。では陽動部隊も行きますか。ジェシーの親父さんいたろ？ああ。魔鋼中毒ってやつさ。ジェシーがゴールドソーサーのショーで。ああ、こんな話興味ねえか。いや、聞いておこう。ジェシーはずっと役者志望で、努力して努力してショーの主役を勝ち取った。両親も大喜びさ。ところがだ、公演の直前にお父さんが倒れちゃったっす。過労だ。しかも倒れた場所が悪くて、魔鋼だまり近くの通路で半日以上放置されていた。そのせいで発見されてからこっちあの状態だ。そんな時に生命学や本家のアバランチと出会って今に至るってわけだ。ジェシーは信じているっす。お父さんの命はこっちと星の中を行ったり来たりしてるんじゃないかって。だから早く魔鋼炉を止めないと。親父さんの命が消えてしまう。今笑ったか？星の命がどうこうよりずっと共感できる。そういう意味か。魔鋼の中にはいろんな願いや思いが流れてる。てめえの都合で好き勝手に利用していいもんじゃねえんだ、きっと。あ、話したってこと、ジェシーには内緒だぞ。あいつ怒ると手がつけらんねえんだから。それはどうだろう。俺たち殴られるかも。興味ないね。こいつ。お、ジェシーの言ってた空き地、作戦が終わったらここに集合っす。合図があるまでは慎重にな。静かっすね。この奥が広場のはずだな。待て、警備が一人もいない。え？どうやら先客がいるらしい。ジェシーじゃないっすよねこれ。厄介なことになってなきゃいいが。確かめよう。誰もいねえ。どうなってやがる。あっちが広場、奥が倉庫っす。ジェシーは裏から回ってるはずだけど。気をつく。切り崩す。
先手だ。やっ、覚悟はいいか。終わりだ。終わったな。足止めのつもりか。隙をつく。じゃあな。まあいい。じゃあな。切り。悪くない。ひとまずは様子見だ。今のうちに作戦を。やるのは俺一人でいい。俺ら足手まといだってか。んなこと言うなよ。仲間っすからね。面倒は見ないぞ。準備があるなら今のうちにな。終わったら声をかけてくれ。足りないものはそこの自販機で。あっちに訓練所があるみてえだな。バトルしたけりゃ行ってみな。うう、緊張してお腹が鳴りそうっす。お腹が空いても。忘れ物しても自販機があれば安心っす。クラウドさん、あんた確か召喚マテリア持って駅地のど真ん中で暴れるんだ。俺も忘れ物ねえよな。銃よし、弾よし。おう、よし、じゃあ持ち場の確認しとくぞ。クラウドは広場の真ん中で派手に暴れてくれ。俺たちはクラウドのフォローだ。まずは全体を見渡せる場所に残って、そこから援護をしていく。お待たせ。何？話があるって。俺、春になったら村を出てミッドガルに行くよ。男の子たちってみんな村を出てっちゃうね。俺はみんなとは違う。ただ仕事を探すだけじゃない。ソルジャーになりたいんだ。セフィロスみたいな最高のソルジャーに。英雄セフィロスか。ソルジャーになるのって難しいんでしょ？しばらくの間村には戻れないな。大活躍して新聞にも載るかな。頑張るよ。
あのね、クラウドが有名になって、その時私が困ってたらクラウド助けに来てね。はあ？ピンチの時にヒーローが助けてくれるの、一度くらいは経験したいじゃない？はあ？約束しなさい。わかった、約束する。作戦に乗り気じゃないらしいな。今までと同じやり方じゃ何も変わらない、それは分かってるんだ。でもな、かなりピンチ。ジェシーの合図だ。うまく潜り込めたか。行くぞ。おう、すっ。侵入者なんていないぞ。隠れてるのか。お、おい、あれ。侵入者発見。撃て。どわ。終わりか。排除する。上にもいるぞ。新たに侵入者を発見。消えろ。狙い撃たれる前に助ける。じゃあ、オッケー。そりゃ、強敵だぞ。それはまだか。隙をつく。じゃあ、うぼわ。まあいい。やっしょ。終わりだ。消えろ。長野市民広場で臨時が発生。現場へ急行せよ。76分室広場にて侵入者発見。76分室広場にて侵入者発見。敵装置部速やかに迎撃捕獲せよ。繰り返し。調子に乗るな。覚悟はいいじゃん。あんなもんまであんのかよ。しばらく持ちこたえろよ。観念しろ。しぶといやつめ。先手だ。それで、切る。問題ない。防ぐ。叩き切る。沈め。備えだ。覚悟は石エロ。ほら、やった。
囲め。集中して見極める。まだだ。行け。何？まずいか。まあいい。